こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回はフルメカニクス、メイレス剣舞を作成していきたいと思います。私は今回作るメイレス剣舞が登場する、境界戦記のアニメは見たことがないのですが、アニメ自体の評価がよろしくないせいか、プラモデルがめちゃくちゃ投げ売りされているんですよね。私はこのフルメカニクス剣舞を、約2000円で手に入れることができました。ですよ。でかい剣舞を安く買えた、やったー。と思っていたら、数日後にさらに期間限定セールで半額になるっていう。人気なさすぎるだろう。かなりお得な値段で購入できましたが、後からさらにお得な状態で販売されているのを見ると、ちょっと、買うタイミングを間違えたかなー、と、若干後悔してしまいます。めちゃくちゃお得な値段で買えたんですけどね。はい、それでは箱の中身を確認していきましょう。今回購入したのは初回限定版でしたので、フレームが見えるようになるクリアーパーツがついていますね。この手の特典クリアーパーツは使ったことがないので、嬉しいようないらないような。まあ、パーツが壊れてもストックがあると考えればありがたいかな。さて、フルメカニクス剣舞のランナーの枚数は12枚。特典を含めると13枚ですね。そこにシールが2枚と説明書が1冊。久しぶりにでかいプラモデルを作るので、冊子タイプの説明書はテンションが上がりますね。はい、それでは組み立てを始めましょう。模型がでかくて若干画角に収まっていませんが、まあいいでしょう。ところで、境界戦記の話なのですが、剣舞を組み立てようと説明書を読んでいたら、とても気になるキャラクターが目に飛び込んできました。はい。このキャラクター、名前かっこよすぎじゃね？なんかプリキュアとかに出てきそうな可愛いデザインなのに。がいて、この子の名前を見てからものすごくアニメに興味が湧いてきました。ガイの声は渋いのかな？とか、動きは見た目に合っているのかな？みたいに考えるのが少し楽しいですね。まあ、まだ全然見ることができていないのですが。さて、もうすぐ完成。はい、こちらが組み立て終わったメイレス剣舞になります。いやー、でかい。最近は HG や SD ばかり触っていたので、大きいだけで格好よく見えますね。やはりロボとプラモデルはでかければでかいほどいい。さて、今回のメイレス剣舞作成方針ですが、各部パーツの HG を立たせ、ウェザリングをしてみようかなと思います。アニメを見ていないので自由なイメージで作ろう。はい、それではメイレス剣舞の HG をカクカクにしていきましょう。まずは小さい彫刻刀を使用して、丸まっているエッジ部分を少しずつ削っていきます。この時に、片方の辺だけを削らずに、エッジの両辺を削るとカクカクになります。はい。彫刻刀でパーツのエッジを削り終わったら、ヤスリを使用して、エッジの細かい調整をしていきます。彫刻刀でできた大きい傷を消すだけでもいいし、ヤスリでエッジをよりカクカクにするのもいいと思います。私はエッジを徹底的にカクカクにするのが好みなので、ここでかなり削り込んでおります。で、この作業をエッジが存在するすべてのパーツに行い、メイレス剣舞全体がカクカクになるようにしてあげましょう。一つでも作業を忘れるとその部分だけ浮いてしまうので、一回始めたらもう後には戻れません。はい、こちらが作業前後の比較でございます。比べてみると結構違いますね。エッジ出しは自己満世界ですが、組み立ててみると、なんかスタイリッシュ。になったような気がします。はい、続いて表面処理を行います。この作業はパーツにある引けを消す作業ですね。パーツ全体にヤスリをかけるので、ヤスリをかけるために邪魔なモールドを彫刻刀で切り取ります。表面処理後に切り取ったモールドを取り付けるため、モールドがあった場所に印をつけておくと後から混乱しませんね。はい、それでは切り取ったモールドを復元していきましょう。復元に使用するのは 0.5 ミリの角プラ棒。使用するプラ棒は小さければ小さいほどいいんじゃないかな？と、個人的には思います。スケールに合わないようなでかい部品をつけても、そこの部分だけ浮いちゃいますからね。はい、それでは切り出したプラ棒をパーツに貼り付けましょう。貼り付けるのに使用したのは瞬間接着剤。通常のプラ模様接着剤だと、後から剥がれる可能性があるので、強力な接着剤で貼り付けてみました。これで元通りですね。はい、続いてディテールアップを行います。
メイレス剣部の脚部についている丸モールド。ここに穴を開けていきたいと思います。穴を開けるのに使用するのはピンバイス。パーツが壊れたりしないように。1ミリの大きさから少しずつ穴を広げ、モールドと同じサイズまで穴を広げてあげましょう。脚部が済んだら腕のモールド部分も穴を開けます。脚部部分の穴は2ミリ。腕部の穴は1ミリ。それぞれ穴を開けました。はい、この穴は後にメッシュを裏から貼り付け、何かいい感じの雰囲気に仕上げます。この貼り付け作業は一番最後に行いましょう。はい、メイレス剣部の基本工作が終了しました。作業した箇所は主に外装部分なのですが、これから塗装作業をするのにあたり、外装をつけたままだと、フレーム部分にしっかりとサフを吹き付けることができないので、まずはフレーム部分にサフを吹き、その後外装部分にサーフェイサーを吹いていきましょう。はい、こちらがサフを吹いたフレームになります。全然手を加えていないので変化がないですね。実は久しぶりに大きいプラモを作るということで、フレーム部分にもがっつり手を加えてみようと思ったのですが、最終的に見えなくなるし、時間がめっちゃかかるからやめよ、と。フレーム部分大幅回収は実現しませんでした。今思えばナイスな選択。テンションが上がったまま暴走していたら地獄でしたよ。はい、こちらが基本工作終了時のメイレス剣部になります。変化がわからん。まあ、多少フォルムがスマートになったかな?くらいの変化ですね。近くでよく見ないと変化がわかりにくいです。プラモデルは自己満足の世界ですから。極端に変化がなくてもいいか。心の中で自分だけほくそ笑むのが楽しい。それが楽しいんや。はい、こちらが外装部分にサーフェイサーを吹いた状態になります。これでサーフェイサーが吹き付けられていない箇所がなくなりました。フレーム部分と外装部分で2回スプレーを吹くのは面倒ですが、横着をしたら綺麗に作れませんからね。面倒な作業でも我慢して、ぐちぐち文句を呪詛のように垂れ流しながら作業しましょう。と、話は変わりますが、足を伸ばした状態の剣部かっこいいっすね。ヒロイックな見た目が気に入りました。はい、それではフレームの塗装を始めましょう。今回のフレーム塗装に使用する色は、クレオスの黒鉄色。今回はフレーム部分をメタリックにして、ちょっと重厚感のある感じに仕上げたいんですよねー。久しぶりにこの色をフレーム部分に使うので、完成が今から楽しみです。はい、では残りのフレームパーツもささっと塗り切ってしまいましょう。黒鉄色はかなり隠蔽力が高いので、だいたい2回程度塗り重ねると綺麗に仕上がるのではないでしょうか?はい、続いてフレームの部分塗装を行います。基本工作ではフレームに全く手を加えなかったので、部分塗装で情報量をマシマシにしてやりましょう。さて、まずはじめにシルバーの部分塗装から、使用したのはクレオスのシルバー。このシルバーは塗り分ける予定の箇所すべてに塗っておきましょう。後から重ね塗りをするための下地ですね。黒色の上から赤などを塗ってもいい感じの発色になりませんので、下地の色は本当に大事です。さて、大きい部分の塗り分けが終わったら、パーツの各所にあるビスのモールド部分、ここにもシルバーを塗って、えへ、ここは独立している別パーツですぜ旦那、ってな感じに見えるように、塗装しておきましょう。このような細かい塗り分けが完成品のクオリティに直結するのです。はい、次はカッパーの塗装です。使用したのはクレオスのカッパー。この色はフレーム部分にある歯車のような、ベアリングが効いているような箇所などに使用しました。普段はこのようなところには金色を塗っていたのですが、金だと少し派手かな?と、思いましたので今回はカッパーで塗り分けをしてみました。金も金でいいのですが、銅はなんか渋い仕上がりになりますね。はい。続いてパーツの各所にあるちょっとした出っ張りや、凹みの塗装を行います。この塗装に使用したのは、クレオスのメタルレッドとグリーン。ヘリとかビルがチカチカ光っているイメージで、この2色を細かい部分にちまちまと塗っていきましょう。はい、フレーム部分の大まかな塗装が終わりましたので、余計なところについた色を塗りつぶすリタッチを行います。この作業は、寸分の狂いなく綺麗に塗装できる方であればいらない作業ですね。私も塗装時は綺麗にはみ出さないように注意しているのですが、よく見ると結構はみ出ているっていうね。手ブレを抑える何か特別なアイテムがあれば。はい。最後は墨入れを行います。
大きい丸のモールド部分にはタミヤのエナメル塗料フラットブラックを使って塗りつぶし、塗料が完全に乾燥したら綿棒、エナメル溶剤を使用してはみ出た余分な塗料を拭き取っていきます。このような箇所の塗装にはエナメルが非常に使えますね。はい、続いてはこれを使いましょう。シタデルカラーのナルンオイルです。この塗料一つ1000円もするんですね。今回初めてシタデルカラーを購入したのですが、値段にびっくりですよ。さて、シタデルカラーですが、ウォッシングをするみたいに、パーツのモールド部分中心に適当に塗ってみました。墨入れと汚しを兼ねた塗装ですね。はい、こちらが塗装の終了したメイレス剣部のフレームになります。いやー、結構塗り分けを頑張ったんですけど、あまり目立ちませんねこれ。まあ、フレームが派手派手だとそれはそれでダサい気がするんですけど、どこまで塗り分けをするのかという判断はかなり難しいですよねー。見えなくなってしまう部分まで徹底的に色を塗るのか、見えなくなるからいいやと、妥協してある程度の状態になったら切り上げるか、ここら辺の仕上げ方も作り手でそれぞれ違ってきますから、こういった個性を見るのも楽しいですね。はい、それでは外装の塗装を行いましょう。まずは赤色の塗装から。使用したのはクレオスのモンザレット。この色はですね、赤色が明るくて結構好きな色なんですよ。以前は暗い色が好きだったんですけど、好みって結構変わるものですね。はい、それでは赤の塗り重ねをしていきましょう。この色は下地にもよると思いますが、だいたい3回くらい塗り重ねれば綺麗に塗り切れると思います。塗り重ねる回数は若干多いですが、赤色のパーツがそこまで多くないので、今回の赤塗装は特に苦には感じませんね。はい、続いて黄色の塗装をしましょう。ここで使用しているのはフラットイエローなのですが、後でなんか気に入らなくて他の色を上から塗り重ねてしまったんですよ。ということで完成時にこの黄色はありません。そして他の色を上塗りしている動画もありません。はい、続いて外装の大部分を占める白の塗装を行います。広い面積の白色を筆で塗るというのは、才の瓦の石積みのごとき発狂必至、地獄の作業なので、ちょっと楽をしましょう。ということで今回はスポンジを使って白色を塗っていきます。適当に切ったスポンジを塗装に使用するクリップに挟み、パーツに向かってトントンするだけのお手軽塗装ですね。はい、それでは実際にトントンと塗装をしていきましょう。この塗装に使用した白色は2つ。アクリ純ベースホワイト、フラットホワイトです。はじめにベースホワイトを塗った上に、フラットホワイトを塗り重ねる感じですね。この塗装をするときの注意なのですが、塗料瓶にスポンジを突っ込んだ後に、パレットや汚してもいい紙などで、塗料の付き方を調整してからパーツの塗装に入りましょう。瓶から直でパーツに行くとびちょびちょになって、ありえないくらい塗膜が分厚くなってしまいます。分厚い微茶付けの塗膜は美しくないので、できるだけ塗料を切って、トントン塗装をしましょう。特にベースホワイトを使用しているときは注意です。はい、続いて外装の部分塗装を行います。この部分塗装での塗り分けは、灰色系の塗料を使用します。現在使用しているのは、タミヤのロイヤルライトグレー。かなり明るい灰色ですね。今回のメイレス剣部はフォルムがものすごく広い服なので、あまり暗い灰色は似合わないかもしれない。ということでできるだけ明るい色で情報量を増やすことにしてみました。はい、部分塗装に使用したもう一色の灰色はタミヤのライトグレーです。ライトグレーと言っている割にはかなり色味が暗いですよね。ニュートラルグレーを使っていたらもっと暗い感じになったんだろうな。灰色だけでも色の種類がたくさんあるので、どれを使うかかなり悩んでしまいますね。と、続いてはフレーム部分にも行った謎に発光してまっせという表現の塗り分けですね。使用したのはクレオスのメタルグリーン。これを出っ張ったモールドに塗っていきます。この時できるだけはみ出さないように注意しながら塗装します。白色のリタッチは本当に難しいので超慎重に。さて、最後に外装の各所にあるへこみモールド部分、ここにタミヤのクリアーレッドを塗ります。拭き取り時に若干赤が残ってぼやけてしまいますが、ここははみ出さずにアクリル塗料で塗りきれないのでやむを得ず、エナメル塗料を使って塗装をしましょう。まあ、どちらにしてもリタッチ必須作業ですね。それでは塗料が乾燥したので拭き取ってみましょう。
この作業で使用した道具はこちら。できるだけはみ出さないようにしたつもりですが、全体的に微妙に塗料がはみ出ているので、溶剤を使ってパーツをきれいにしていきましょう。はい、続いて墨入れを行います。使用したのはこちら。タミヤの墨入れ塗料ブラック。この後にウェザリングをする予定なので、墨入れの色はメリハリの効いたものにしてみました。今後は除色するのが面倒くさいぺよ。はい、こちらが塗装の終わったメイレス剣舞になります。メイレス剣舞って改めてよく見るとかっこいいですね。ずっと触っているせいか愛着もものすごいですし。なんでこのロボットが投げ売りされているのかわからない。さて、塗装も終わったことですし。次は本体にデカールを貼る作業に入ります。ここまで組み上げたのにまたバラします。完成が遠い。何度ここでやめようと考えたか。はい、それではデカールを貼っていきましょう。今回使用するデカールは配給パーツのコーションデカール。そしてマークセッターと、マークソフター。これらを使ってメイレス剣舞を格好良くしていきましょう。突然ですが、このデカール作業で一つ気になることがありまして、少し前に海賊版デカールが問題になったじゃないですか？デカール問題が話題になった時に、私はバンダイ製のデカールしか使っていなかったので、関係ないかな？ってな感じであまり詳しく調べなかったのですが、配給パーツのデカールって使って問題ないのかな？バンダイ製品にはバンダイのデカールしか使っちゃダメだ。的な文言も見たような見なかったような。そんなふわっとした情報しか持っていないので、ちょっと、配給パーツのデカールまずいっすよ。みたいな感じであれば教えていただけると嬉しいです。あ、そうそう。デカールを貼っている位置ですが、これは説明書を参考にデカールを貼る位置を決めています。こういう作業はね、センスが問われますから、指示がある場合には従った方が無難に、かっこよく仕上がりますよ。はい、それではみんな大好きウェザリングを行いたいと思います。まずはドライブラシから。この作業で使用したのはシルバー。ドライブラシのやり方ですが、塗料を少量筆に取り、ティッシュなどで塗料を拭い、筆についている少量の塗料でパーツのエッジなど、動いている時に削れるだろうなぁ。ってな箇所に筆をこすりつけ塗料をつけていきます。このドライブラシはフレーム部分のみに行いました。外装と違い、内部のフレームはそこまでダメージを負わないんじゃね？という脳内設定で汚しをしています。さて、ここで注意なのですが、やりすぎてはいけません。本当に、やりすぎてはいけません。やりすぎると全体的に銀ギラ銀になって、どこの戦闘に行ったんや、状態になってしまいますので、もうちょっとやろうかな？くらいで抑えておくとなんかいい感じになると思います。はい、続いてチッピングを行います。まずは赤色のパーツから。赤色のパーツは初めにピンク色を使用して、エッジの部分に色をつけていきます。そうそう。この塗装は先ほど白色を塗った時と同じ方法で汚しをしています。全体に塗るのと、局所的に色をつけるだけの違いですね。この作業もやりすぎ注意です。はい、続いては灰色のチッピングです。使用したのはライトグレー。この灰色はピンクからはみ出さないように、2、3回トントンしていきます。はい、ライトグレーの次は、ジャーマングレーをトントンしていきます。この色はライトグレーの上に重ねる感じですね。トントンの回数ですが、この色は1トンでいいと思います。やりすぎると真っ黒になってしまいますからね。このような感じで黄色と、白色パーツに汚しをしていきます。白だけはライトグレーの汚しのみで終了です。もう気力がね。はい、最後にウェザリングマスターを使用して汚しをつけていきます。パーツのエッジ部分にウェザリングマスターがつくように、付属の筆やスポンジを使って汚しをしましょう。この作業は、筆を使って行うのが楽でいいのですが、ちょっと粉を吸うと気持ち悪くなるので、団長の思いでスポンジを使いましょう。なんか、ある時を境にこの粉を吸うと気持ち悪くなるようになってしまったんですよねー。マスクも貫通してくるし、もうできるだけ粉っぽくならないように注意しています。ウェザリングマスターを使っての汚しですが、これはすす汚れを表現するものになります。爆炎とか、戦闘してたら汚れるっしょ？本物見たことないから知らんけど。はい、それでは仕上げにシールを貼りましょう。今回は緑色のシールを選択しました。緑ってかっこいいよね。では残りのシールもささっと貼ってしまいましょう。このシールは地味に硬くて、
ちょっとだけ貼りづらかったですね。まあ、シールを隙間に落とすだけでいい。簡単な作業なんですけど。シールといえば、胸部にある金色のパーツに、ホイールシールを貼ってキラッキラにしておきました。はい。これが最後の作業ですね。はじめの基本工作の段階で開けた穴。ここにディテールアップパーツを貼り付けていきます。今回使用したのはメッシュのディテールアップパーツ。この穴から何かしらが廃棄されるという設定で、取り付けてみました。ディテールアップパーツの取り付けに使用しているのは、瞬間接着剤。これがないと金属パーツがくっついてくれません。あとは穴を開けた箇所に全てメッシュを貼り付けて完成ですね。それでは、完成したメイレス剣部をご覧ください。はい、こちらが完成したメイレス剣部になります。これは、いいじゃない。ちょっとウェザリングをやりすぎたかなー。という感じでしたが組み立ててみると、まあまあいい感じじゃないですか。はい。ということで、メイレス剣部を完成させた感想ですが、今回のフルメカミックスはキット自体の完成度が高く、特に合わせ目を消したり、複雑な工作をしなくてもよかったので、出来にかなり驚きました。それに加えているわけですよ。細かい部分までパーツ分けされているので、こんな感じで色なんて塗らなくてもいいんですよ。ここまでキットの完成度が高くなると塗装っていうのは本当に自己満足の世界ですね。墨入れとウェザリング。そして艶消しを拭いて完成で十分ですな。はい、メイレス剣部にポーズを取らせてみました。いやー、でかいのによく動いてくれますねこれ。マシンガンを小脇に抱えているのがめちゃくちゃかっこいい。そうそう。先ほどの話の続きを、今回の作成過程で失敗したところなのですが、特にないんですよねー。加工をするところがなかったので、失敗もないという。あ、でも、今見ると肩のデカールの位置が、ちょっと内側に寄りすぎてるかな？デカールを貼る作業時に、もう少しだけ本体を組み立て、バランスを見ながら作業をした方が良かったですね。それでは最後に、メイレス剣部作ってみた。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また何か作ったら動画にするので、その時は動画をご視聴いただけると幸いでございます。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。Are you listening?